なんかコンサートの時って衣装から、うん、多分パンツが見えてたりすると DVD にする時にそれをチェックしてくれる担当の人がいるみたいで、それでハミパンしてたよっていうことみたいなんですけど、全然私いつの何の曲でとかも覚えてないので、ちょっとハミパンしてたのかなっていう感じです。じゃあ DVD ではそのシーンはじゃないわけね。多分そう、ちゃんとカットされてたりとか処理されてるんだと思うんですけど、でもパンツがはめるってどういうこと？そう、おかしいですよね。だってパンツの上にちゃんとこう衣装用のなんていうんですか、インナーパンツがあるんですけど、それが結構だいぶ大きいんですよ、大きめ。だから私が大きいパンツ履いてるみたいな。じゃああれだね、じゃあコンサート行けば、はい、コンサートに行けば見れるのね、はい、たまたまですかね、見れる、カットされてますからね。コンサートやったハミパンがあるかもしれないよっていう。ちなみに小島さんはハミ乳をよくするって。あ、してますね。どういうこと？メンバーによく注意されます。そう、なんかよくあれ言うじゃん、なんか大島とかが裸でうろちょろしてるとか、あれそういうのはしないの？いたの？私しないですよ、全然しない。見たことないです。おっぱい見たことない？ない。おっぱい見たことないっていうのも不思議だね。私もやんない、しないし。いや私結構出してる。